赤とんぼ石碑、赤とんぼは、ミキロ風の作詞、山田工作の作曲による、日本の代表的な動揺の一つである。夕暮れ時に赤とんぼを見て、昔を懐かしく思い出すという、郷愁にあふれた歌詞である。2007年に、日本の歌百選の一曲に選ばれた。楽譜は一時的に使用不能です。ミキロ風が1921年に、故郷である、 兵庫県伊保郡辰,辰野町で過ごした子供の頃の教習から作ったと言われ、同年8月に歌詞のみに最初に発表した。その後、12月に童謡集、新事島で一部修正する。この詩に、1927年、山田耕作が曲をつけた。辰野市の童謡の象形に記念碑がある。また、埼玉県久喜市の久喜青葉団地内に所在する。 同様の小道に花火が置かれている。1955年2月に封切られた映画、ここに泉ありの挿入歌として用いられ、1961年に封切られた映画、夕焼け小焼けの赤トンボの挿入歌としても用いられ、いずれも作曲者の山田幸作が特別出演している。1965年10月には NHK のみんなの歌でも紹介された。編曲は、 あらや瞬時、歌は、東京放送児童が商談。映像は、谷内六郎制作による、静止画像。2016年現在みんなの歌、発掘プロジェクトにより、音声のみ発掘されている。1982年、1989年に、日本の歌、ふるさとの歌全国実行委員会が NHK を、 通じて全国アンケートにより実施したあなたが選ぶ日本の歌、ふるさとの歌で赤とんぼが第一位を獲得した。1990年 BB クイーンズのアルバム We Are BB クイーンズに収録。2003年に NPO 日本同様の会が全国約5800人のアンケートに基づき発表した好きな動揺で赤とんぼは851票を獲得し、 1> 第1位に選ばれた。クレック・アーウィンによる英訳しドレアガンフライズが存在し、アーウィン自身の歌唱により1997年4月21日発売のアルバムハッピーチャイルド。英語で歌おう子供の歌みんなの歌。1999年発売のアルバム英語で歌う日本の同様にに収録された。ネイヤは自分の姉ではなくこの家で 小森暴行していた女中のことである。お里の頼りは、女中の故郷からこの家に送られてくる頼り、または、故郷に帰った女中からの頼りと解釈されるが、女中を介して実母から届く頼りなどといった説もある。戦慄は、世名抜きの御恩恩会である。昭和3年に出版された、山田工作同様百曲集。二には、五千符と、土数符による戦律のみで、 伴奏は書かれてない。なお、この曲の前半は、シューマンの助奏と競争的アレグロに単調オーパス134の中で18回繰り返されるフレーズに告示していることが指摘されている。また、赤トンボのメロディーは当時のアクセントを反映している。ありがとうございます。